ロシアの跳馬2番手はアリア・ムスタフィナ、去年に続いてのジャパンカップの来日です。去年14歳でロシアの個人総合チャンピオンになりました。安定した跳躍を見せてくれると思います。この選手もユルチェンコ2回ひねりという難度の高い跳躍を予定しています。後ろに一歩下がっただけで着地も抑えてきました。はい、着地は一歩後ろに出てしまいましたが、すごいスピード感のある演技でした。一歩後ろに下がったことによって減点はどれぐらいあるんですか？今の一歩ですと肩幅以上下がってしまったので 0.3 の減点はされてしまうかと思います。着地の時にどれだけ動いたかによって E スコアから減点がされています。 0.1、0.3、0.5 という刻みで減点をされていきますが、この下がり方だと肩幅以上に動いているので、はい、0.3 は減点されてしまいます、はい、あと空中での足のばらつきはやはり見えますので、はい、この辺も審判は厳しく減点してくると思います。飛んでいる間膝から下の部分が揃っていない状況でしたが、それでも 14.600 E スコアもしかし 8.8 という数字です。2回ひねりですので D スコアは 5.8 という高い得点です。